で力入れたら痛いんじゃないのかなっていうのが、まあ、僕からのアドバイスです。じゃああとは富見先生もよろしくお願いします。
ましてなめき通り店本田さんと原宿店鈴木さん決勝に進出される方は並木のり店、本田さんです。すごくない？すごくない？おめでとうございます。ちょっと、優勝したのかなっていうのを見ていて思いました。で、当時サロンワークでやはり一番最初にあのお客様に接する与える技術っていうのがシャンプーになると思うんですね。で、やっぱりそこでお客様の心をしっかり掴んで、喜んでいただくっていうのも私美容師の、まあ、大切なところで、その細やかな気遣いをできるからその後の接客、そして技術がつながっていくのかなと思うので、まあ、これを機会に、まあ、私自身ももうちょっとおシャンプーお客様にするか、まあ、ちょっとずつ減ってはいるんですけど、やれる限りやってつけてみていきたいなと思いました。ビーカーブーシャンプー甲子園優勝は並木通り店さん、並木通り店本田さん、おめでとうございます。